この研修では、国立国会図書館が提供している立法情報に関する有用なデータベースを2つご紹介いたします。立法情報とは、ごく簡単に言えば、立法府である国会で生み出される情報です。特に、国会の審議を記録した国会会議録と、国会で作られる法律などは、国民にとって、 大変重要な情報と言えます。国会の会議録はとても膨大ですが、国会会議録検索システムを使えば、内容を検索することができます。また、立法府である国会で作られる法律などについては、日本法令作引を使うことで、法令の作引情報、例えば、法令番号、 交付年月日、提出年月日、提出開示、提出者などの細かい情報を調べることができます。なお、今まさに使われている法律、つまり現行法令の条文は、総務省の eGov 法令検索で見ることもできます。最初に、 国会会議録検索システムについてご説明いたします。こちらがトップページです。URL は画面に表示されている通りです。検索サイトで国会会議録と入力して探してみてください。中央にキーワードの入力欄があります。ここに自由にキーワードを入れて検索することが可能です。 国会会議録検索システムの概要をご説明いたします。国会会議録検索システムは、衆議院、参議院、そして国立国会図書館の共同事業です。昭和22年5月に開会した第1回国会以降の会議録を検索し、閲覧することができます。 収録内容は衆議院、参議院の本会議、委員会等のすべての画像データを PDF 形式で収録しております。また、会議録に掲載されている開催日時、委員会の出席者、案件等の会議録情報、議事における発言内容である本文については画像だけでなく、 全文のテキストも収録しております。さらに法律案などの議案や投票者氏名、質問注意書などが掲載された会議録の末尾部分や追録・付録等について検索できる範囲を順次広げています。では、簡単に3つの検索方法を紹介いたします。 検索方法の一つ目、キーワードでの検索です。こちらは、発言のほか、会議の名称、発言者の氏名など、幅広くキーワードを用いて検索することができます。トップページのキーワード欄に、例えば、ふるさと納税と入力してみます。検索ボタンを押しますと、 このように、ふるさと納税についての審議が行われた会議録が一覧で表示されます。右上にある、該当箇所をすべて展開というボタンをクリックしますと、キーワードが含まれている箇所をすべて表示できまして、このように、キーワードの前後の部分も含めて一覧で表示されます。これで、 読みたい会議録を選んで表示することができます。実際の会議録の表示画面です。表示画面はテキスト表示と PDF 形式の画像表示の2種類があります。こちらはテキスト表示の画面です。こちらは PDF 形式の画像表示の画面です。 テキスト表示の画面を表示するためには、先ほどの検索結果一覧の中から、テキスト表示のボタンをクリックします。すると、このように、左側に発言の目次、右側に発言のテキストデータが表示されます。発言目次の中には、発言者名が並んでいますので、こちらをクリックすると、 右の欄に該当の発言が表示されます。右上に PDF というボタンがございます。こちらをクリックすると、該当ページの PDF 形式の画像表示に切り替えることができます。もう一度、先ほどの検索結果の一覧表示画面に戻りまして、今度は検索結果の一覧表示画面で、 テキスト表示の隣、PDF のボタンをクリックします。すると PDF 形式の画像表示ができます。こちらも左側には発言目次として発言者名が並びます。発言者名をクリックしますと、右の欄にその発言が載っているページが表示されます。 PDF 形式の画像表示画面で右上のテキスト表示ボタンをクリックすればテキスト表示に切り替えることができます。以上がキーワード検索です。続いて検索方法の二つ目、詳しい条件での検索です。ここで再び国会会議録検索システムのトップページに戻ります。 今度はトップページのキーワード欄に直接単語を入れるのではなく、右にある詳細検索のボタンをクリックします。すると、より詳細な検索条件を設定できる画面が開きます。このような形です。一番上の検索後の欄に言葉を入力しますと、発言などに含まれている言葉から検索することができます。 また、発言者名の欄がありますので、発言者を指定して検索することもできます。入力欄の右端にリストボタンがありまして、ここをクリックしますと、リストの中から発言者を選ぶこともできます。さらに、会議名がわかっている場合も、会議名を指定しての検索ができます。発言者名と同様に、 入力欄の右端に会議名のリストを表示するボタンがあります。検索条件を指定しましたら、一番下の検索ボタンを押して検索します。実際に詳細検索を試してみます。例として、第200回国会衆議院文部科学委員会の会議録を検索してみましょう。 まず、院名で衆議院を選択します。次に、国会開示の欄に、第200回国会の200と入力します。すると、画面に表示されているように、自動で会期が入力されます。今回調べたいものは、200回国会と分かっています。あらかじめ開示が分かっている場合は、プルダウンが空、 となっているのをのみに変えて絞り込めるようにしておきます。なお、会期ではなく開催の日付がわかっている場合も同様に開催日付を入れていただいてこちらのカラーをのみに変えることでその日だけを対象に検索ができます。さらに、下の部分に会議名の入力欄があります。 こちらに会議名を入れるには、直接入力するほか、入力欄の右端にあるリストのボタンからも選ぶことができます。こちらのボタンをクリックしますと、このように会議名の選択画面がポップアップします。検索窓に会議名の一部でも入力しますと、会議名を絞り込めます。この場合ですと、 文部などと入れていただければ、文部科学委員会が表示されますので、そちらを選択できます。このように、検索条件を設定して、検索ボタンを押すと、検索結果はこのように表示されます。第200回国会衆議院文部科学委員会の会議録第1号から第11号と付録が表示できます。 最後に検索方法の3つ目、特定の会議録を探す検索方法をご紹介します。例えば、特定の会議録を探すので会議の日付が分かっている場合、開示や会議録の個数などが分かっている場合に、会議録を指定して探すことができる検索方法です。トップページの キーワード入力欄の下にカレンダーがあります。こちらで日付を指定して、その日に開催された会議録の一覧を表示できます。また、会議を指定すると、in、会議名をプルダウンから選ぶことができます。カレンダーで日付を指定せずに、会議だけを入力した場合は、語数も選べます。 また、目次、作品、付録、追録も選ぶことができます。例として、令和2年5月28日に開かれた委員会は何だったでしょうか調べてみましょう。カレンダーで、令和2年、2020年5月28日を選択してクリックしますと、開示、 201回が自動で入力されますこの状態で表示するボタンを押して検索を行いますと令和2年2020年5月28日にはこういった委員会が開かれていたことがわかります以上が国会会議録検索システムの基本的な使い方ですキーワード検索 詳細検索、特定の会議録を探す検索、目的に合わせて3つの検索方法をご活用ください。参考としまして、国会会議録検索システムには、簡単な使い方の PDF ファイルがございます。リサーチナビの日本会議録検索システムのページで公開しています。 また、使い方のヒントや動画、検索機能のさらに詳しい説明もあります。こちらは、ヘルプ、使い方ガイドをご参照いただければと思います。さらに、テキストで構成されたシンプル表示画面があります。それぞれのトップページ右上のリンクから切り替えることができます。また、 もっと古い時期の会議録を調べたい場合は、明治23年に開設された帝国議会の即記録を収録した帝国議会会議録検索システムもございます。合わせてご活用ください。